皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。今回は、信長の野望新生、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。信長亡き後の織田家との抗争、これが激化している中、着々と家臣団の強化を行っています。まずですね、宿老には、嫡男信康、その他には、石川数正、酒井忠次、鳥居元忠といった4名配置してありますね。さらに家老。家老以上になると軍団長になれるんですが、ここにはですね、まずは、榊原康政。そして、忠勝ですね。この後はですね、井伊直政なんかもこの家老、ゆくゆくは宿老まで上り詰めてもらいたいな、というふうに思っております。では、いくつかですね、主だった武将に関しては、その能力値もご紹介をしていきましょう。まずは、宿老中の宿老。酒井忠次ですね。バランスがすごくいいですよね。統率知略が80オーバー。武勇も75を持ってます。これくらいの能力があるともう安心して使えますよね。もちろん軍団長になってもらってます。あとは、宿老、石川数正。彼もですね、統率、知略、政務も高い、万能型の武将になってます。で、期待の安政。安政もですね、統率、知略、そして武勇が全部80超え。そして、天下無双、忠勝。統率86なんですが、武勇が99ですね。先方のトンボ切り、これの威力は絶大です。あとは井伊直政ですね。井伊の赤鬼持ってます。武勇93、統率も90オーバー。そして、知略と政務も80オーバーという無双級のキャラですね。さあ、では、戦いの状況ですね。前回はですね、安土城を奪取して一挙に近江を獲得したんですが、同時に、秀吉も勢力を伸ばしてきていて、すでに、二条城、ここまで進出をしてきていて、さらに後の大阪城が築かれる石山御坊、ここもすでに秀吉の勢力圏に入ってます。この後はですね、筒井城、式山城、この辺りをどっちが先に取るかという、秀吉との白取り合戦、切り取り合戦になると思います。よって、間髪を入れずにですね、攻略戦に入っていきたいと思います。では、各軍団には、当然ながら、方針を出して、城攻めを行ってもらうようにしたいと思います。城の攻略。とにかく、一つでも多く、秀吉より先に城を取りたいので、積極果敢に城取りを行っていくと。というところですね。では、じっくり時間を進めていきまーす。家康本体はですね、この後攻略目標を、田丸城に設定して、一挙に軍勢を、差し向けていきたいと思います。では、軍を進めていきまーす。家康はじめ、ご覧の5万を超える兵力で攻撃を仕掛けます。出陣を整え、開戦に備えよ。では、あの頭上を、信雄と決戦で戦いたいと思います。取れれば、周辺を一気にまたね、勢力圏に組み込むことができる、大将同士の戦いですね。軍勢の数は少ないので、部隊の数は少ないので、あまりね、前に出すぎないようにしたいと思います。敵の方が部隊数は多いんですが、兵数は我々の方が多いと。まあそういう状態ですね。一番やりは、安政。
はい。最後は軒口を破壊して信勝隊を撃破です。損害は出ましたけどね、この合戦の勝利でまた、織田家から領地を分取ることができたのではないかと思います。結果確認していきましょう。この威風の発動でどれくらいね城を取れるかって大きいですからね。6つの軍を獲得。城は取れなかったか。まあ、ただ、安物城は取れますね。このままいけばね。城を囲め、落とすぞ。城攻めもこれで終わりよ。安物城を取りました。敵将を捕らえたわ。では、この後の状況確認します。多摩留城と鳥羽城、ここは取れそうですね。伊賀上野城には敵部隊が集結する構えがあります。要注意ですかね。あとは日野城、安土城あたりから伊賀上野城に攻撃隊を送ってもらうというのが良さそうなんで、攻略目標でしっかり設定していきたいと思います。はい、では一度ここで全勢力を見て確認をしていきましょう。まず維新に関してなんですが、北条を越えて徳川が上に来ましたね。あとは重要な武将の数なんですが、秀吉が130人抱えています。ただ家康もですね、101人と来てます。織田家111人抱えてるので、これをうまく吸収できれば、十分にですね、秀吉も逆転できるというふうに思います。そしてもう一つ重要な項目、最大兵力ですが、ここはやっぱり北条がまだ、一番上ですね。ただ、家康も20万に迫る勢い、秀吉をはるかに上回ってますので、秀吉より先に多くの城を、確保していくっていう、作業、このままね、続けていきたいと思います。今後の方針なんですが、伊賀上野城を取り、多摩留城を取り、できればですね、この筒井式山、この辺りを取って、秀吉の最前線の構築、ここを石山御坊にしていきたいと思っています。まずはね、そこの目標に向かってしっかりプレイを進めていきたいと思います。はい。さらに鳥羽城を取ったところで地方統一のイベントですね、発生しています。東海に性質をもたらすことができたということですね。あの後多摩留城と鳥羽城を取ったところになります。地方統一エンディングを迎えましたが、この後天下統一を目指してゲーム続行できますので、天下を目指して続けるを選択します。では今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、最後織田家に引導を渡しつつ、最終的には秀吉との決戦へと向かっていきたいと思います。